とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、新しく出てきたアーティファクトを使っていきたいと思います。これです、森の矢筒。まあ矢筒シリーズの新しいのが出てきたんだよね。でこれの特徴が、海の中でも使えて、さらにダメージがめちゃくちゃ高いっていうことと、もう一個貫通する、それだね、貫通してさらにダメージ140万ぐらい、140万とんでもないよね。今までの炎の矢筒とか雷の矢筒、これね20万ぐらいなのよ、ダメージが20万。これがね、一気に140万までなって、とんでもなく強くなった。まあもちろんね、属性はないのよ。炎とか雷の属性はないんだけども、ゴリゴリ押していけるんで、超おすすめです。使う弓はこれでいきます。ハープクロスボウのマルチ無限ボーナスショット。これをやっていきます。まあこんな感じになるんだよね。めちゃくちゃ強いよ。めちゃくちゃゴリ押しできるやつです、やっぱ無限ついてるっていいな、すごいね。まあ、とりあえず古代狩りやっていきましょう。それでは行きましょう。チェスト32のシークレット3、古代人いないかもしんないな。あれ、ちなみにエリクサーのカバンをつけていきます。で防具でバトルローブのクールダウン4、これで、久しぶりにこういう感じをやってみようか。うん。まあ、この力のポーション入ると、だいぶ違ってくるんで、これでいく。うん。もう、近寄らせずに、もう殲滅していく、そういう形を、取っていこうか。おお、なんか宝箱あるぞ、どっか。この辺、あった。しゃあ。いいね。やっぱりね、クールダウン4は、使い勝手がいい。ほんとに。こんだけ、アイテム使い放題だったら、楽だね。でも他のね、部分が弱くなるっていうのがね、ちょっときついところではあるのかな。でもこのビルドには向いてるかな。基本的には敵を寄せつけずに、やっていくってやつなんで。すごいっしょ。まあ、これ、力のポーションが入ってるからだけども、お、危ねえ。いて、なんかすっげえダメージ食らった。びっくりした。行きましょう。あー、回復がないのか。え？なんでこんな食らうんだろう。トゲかなんかついてんのかな。怖い。おいし。怖えな。ほんと HP がもうないよ。よしよし、この透明化のポーションでなんとか生き残っていこう。いいよ。うめえ、敵多い、敵が多いなあ。やばい、森が消えた。よしよしよし、森が消えたとしても大丈夫、すぐ使えるようになる。ここなんかフィールドがなんかすっごい変なとこだね。よっしゃ、すごい変な場所。もう出た瞬間やっつけていけるんで強いね。あー、でも本当はね、これあれだな、森を2つ装備したがいいんだろうね。森を2つ装備して回していくっていうのが、良さそうな気がする。ちょっと森がなくなった時が、やばいかな。しかし今回はちょっと古代人は期待できないかな。ちょっと期待できないかもしんない。いやー、なかったねー。
やっぱチェストの数が多すぎたわ。ちょっとなかった。でも古代人戦ってみたいから一回戦おう。忘れてた。クリアするときに幸運の海をつけとかないといけなかった。まあ、つけてない人がね、まだいたら、幸運の海はつけるようにしてください。防具にあるからね。これ一個つけていった方がいいです。クリアの時と、この拠点にいる時につけてると、全然違うんで。まあ、どの装備でもいいから、つけてた方がいいよ。まあ、とりあえず、この商人は見とこう。このね、幸運を入れとくだけで、今回は出てないけどね。装備してなかったから。装備して、この補充をしたりすると、ユニークが出やすくなるんで、めちゃくちゃお得です。さあ、なんだ。ウィザー、ウィザー、ウィザー。あ、ダメだ。ペットの位置で爆発はいらないわ。豪華。マルチロールはなかなかいいんだけども、デスバーターも入ってるね。悪くはないけど、いらないかな。強固。でも、いらないな。ダイヤモンドのツルハシ。悪くはないよ。悪くはない。エンチャントも、なかなかいいのついてるから、いいんだけど、使わないかな。で、ビーストボスか。いやー、ちょっとエンチャントが微妙か。オートクロスボウも別にもう使わないしな。はいはい。では、ちょっと古代人出るまでやるね。やっとあったー。ここ誰だっけ？誰だ？いけるでしょう。行ってみようか。ちょっと力を、そうだね。これ様子見ができるな。はぁ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 、なるほどね。行ったね。よし。火力全然負けてない。よし。ただ、そこなんだよな。そこなんですよ。よし、OKOKOK。このね、クールダウンがちょっと問題なんだけど、いけた。ピグリンアーマーか。いりませんね。幸運をつけてフィニッシュすれば、出たのかもしれないね。なんかそういう装備も作りたいな。また同じくだね。永続か。倒す、あいつは動かないから、倒すギリギリで、なんとか装備を変えてみようか。ちょっと待って。きつっ！よっしゃよっしゃよっしゃ、いったいったいった。きつい、これ。まあ、近寄ってみようか。よしよし。ミスった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 。でもまあいいや。骨のコンボが出たか。いや、難しいな。難しいな、装備変えるの。うわぁ、またミスった。装備変えるの忘れてた。ショック。本当に。全然違うからね、本当に。まあ、見ましょう、最後ね。いらないね。全部ドノーマルいりません。ラギット。悪くないぞ。いや、いい。これは、買っとこう。保留。悪くない。よし、最後。ないね。はい。まあ、今日はとりあえずね、この装備、森の矢筒、使いましたけども、強いね。なんだろう。普通の矢筒と、
ダイナモを合わせたやつよりは、まあ、全然弱いよ。あれがもう異常なだけで、全然弱いんだけども、でも、ゴリゴリ進める。うん。出てきたやつをもう瞬殺していけるので、ゴリゴリ進めていけて気持ちいいです。ただ、クールダウンがないと厳しいので、まあ、森の矢筒を2つ装備して、防具を、まあ、クールダウン1ぐらいで、やっていくっていうのもいいかもしれないね。まあ、とにかく強かった。ただ、弱点があって、変更付きの敵、出てきたら、瞬殺されます。全部跳ね返ってきて、全部100万ダメージだから、もうゴリッと死んじゃうね。なので、まあ、よしあしですけども、まあ、俺はそこそこ強いんじゃないかなと思います。はい。まあ、使ってみてください。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。